マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。今回のテーマはこちらです。痩せる最強の朝ごはんについてお伝えしていきます。あなたはどんな朝ごはん召し上がっていますか？私は今でもマイナス10キロ、体内年齢がマイナス16歳をねキープしているんですけれども、こんな私が普段食べている最強の痩せる朝ごはんメニューをお伝えしていきます。この動画をご覧いただくと、朝からしっかり食べてね痩せることができるんですね。なのでもしあなたが痩せるためにはもう朝ごはんね何食べればいいかなってお困りであれば、ぜひ最後までご覧ください。では今回の動画の内容はこちらです。1つ目、なぜこの朝ごはんで痩せることができるのか。2つ目、痩せる最強の朝ごはん簡単レシピお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの朝ごはんを食べると痩せることができるのかっていう、その痩せるポイント3つお伝えします。まず1つ目です。糖質がねキーワードなんですね。いかがですか？まあ、糖質と聞くとね、もうイコール太るもと、まあ、炭水化物ってパッとご飯とかパンとか麺類思い浮かぶかもしれませんけども、しっかり朝から糖質を取っておくと、その日一日の食欲をですねコントロールしやすいということになるんですよね。しっかりと朝糖質が取れていれば、お昼や夜になってもお腹空いてこう満足できないとか、エネルギー不足になってしまって結局食べちゃったっていうね、そういったことを防ぐことにもなりますから、私もね朝ごはんはしっかり食べる派なんですよね。よく朝から食べれませんとか、朝ごはんは抜いた方がいいんですよっていろんなね、まあ、説がありますけれども、私はやはり朝ごはんしっかり食べるんですよね。そうするとお昼夜になってもそんなにねドカ食いするような、まあ、状態になりませんし、そもそも、まあ、1日のスタートですからエネルギーチャージということで、私はしっかり朝ごはんすごく食べます。でその時に糖質ってやはり1日のエネルギー源ですから、逆にしっかりとっておけば昼夜減らしても大丈夫ということになりますよね。で2つ目です。タンパク質です。これとっても大事なんですね。朝からしっかりタンパク質を摂るとお腹がですねその満たされて、食欲がそんなにね湧かない、そんなにお腹空かないなってね一日過ごすことができるんですよね。なのでよく朝ごはんにですねタンパク質を摂らずにもうパッパッと済ませて、まあ、パンだけとかですね、タンパク質が明らかに足りないんですよね。そうするともうすぐ後でお腹が空いて結局食べちゃってっていう、その一日のスタートが崩れますから、朝しっかりタンパク質を摂っておけば一日の食欲がコントロールできますよってことになります。じゃあ3つ目です。発酵食品です。これとっても大事なんですよね。やはりこの発酵食品を摂ることであなたのお腹の中が整うんですよね。で結果痩せる体質に生まれ変わることができるんですよ。腸内環境を整えてあげるためにはやっぱりこのね発酵食品を摂ることがとっても大事なんです。なので今回お伝えするこの最強の朝ごはんメニューはこれが全て含まれているってことになります。ではここから最強に痩せる朝ごはんを作るその材料、主なものをピックアップしてお伝えします。まず痩せるポイントですよね。玄米を使うんですよ。白米じゃなくて玄米です。で玄米は先ほどお伝えした腸内環境が整って低 GI 食品といって、要は血糖値の急上昇を抑えてくれるので脂肪を溜め込みにくくしてくれるものなんですよね。白米と比べても断然いいです。そして食物繊維が豊富なので腸内環境が整って、まあ、要はお腹の大掃除ができますよということと、この食物繊維を摂ることで食欲をね抑えることができるんですね。でまた代謝も上がってビタミン、ミネラル、デトックス効果もアップしますから、もうとにかくですねお体の中からもう大掃除して痩せることができるお米はやっぱり玄米です。はい、次に使うのは卵になります。もう卵はもう栄養価が高い、もう完全栄養食品と呼ばれているくらい、食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養素がギュッとあの1個に、ね、詰まってますから、もうぜひ朝からこの良質のタンパク質取られるといいと思います。プラス結構ですねカロリー低いんですよ卵って。もうこれはダイエットにおすすめの食品ということになります。はい、次に使う材料は納豆になります。納豆がこの発酵食品にあたるものなんですよね。大豆が発酵した食品も最高ですよね。なので納豆を摂ることで発酵食品が溶けてしまう、そしてイソフラボンや食物繊維、タンパク質、オリゴ糖、コレステロール値も下げてくれるっていう、こういったダイエット効果も味方につけていきましょう。はい、そして今回調味料は納豆に添付してあるタレは使えません。なぜかというと、ああいったものはですね
残念ながら化学調味料がもうたっぷり入ってますから腸の動きを悪くしてしまうので結果太ってしまうんですよね。なので代わりに醤油を使うんですけれども、お醤油もとても大事で、有機栽培だったり無添加だったり、また生とかね、長期熟成国産 100% で書いてあるような良いお醤油を使ってくださいね。はい、そしてトッピングに黒ごまも使っていきます。黒ごまってすごいんですよ。脂肪の蓄積、要は脂肪を溜め込みにくくしてくれますし、太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれる、そしてどんどん脂肪を燃やしてくれて、食物繊維もねたっぷり含まれていますから、お腹のデトックス、大掃除をここでもしていきましょう。では2つ目の項目です。この項目では最強の痩せる朝ごはんということで、そのレシピ、作り方、あと実演の動画もご準備しています。そして最後にさらに痩せる食べ方ポイントをお伝えして終わっていきますね。ではまず材料です。卵かけの納豆ご飯になります。1人分です。玄米ご飯を、お茶碗軽く1杯ですね。私は子供用茶碗の量にしています。そして生卵1個、納豆1パック、醤油適量、黒ごま適量、そしてね、最後刻みネギも使っていきます。ここはもうお好みで大丈夫です。はい、ではここから作り方です。1つ目、器に生卵を割り当ててね、よく溶きほぐしてください。そして2つ目、その卵に全部の材料、納豆、醤油、黒ごま、刻みネギを入れてよく混ぜてください。そして3つ目、玄米ご飯にかけてよく噛んで食べてくださいね。ではここから実演の動画ご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。先生これならできそうっていうのがね、一つでもありましたらぜひ取り組んでくださいね。今回の内容は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますと、とっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。